山陰各地で相次ぐ熊の目撃情報、冬になっても被害が続いています。今日、鳥取市の女性が熊に襲われ大怪我をしました。女性が熊に襲われた現場付近に来ています。現場では警察官が警戒にあたり、規制線が張られています。女性が熊に襲われる被害に遭ったのは、鳥取市国府町高岡地区内の住宅が密集する場所です。鳥取県によりますと、今日午前10時ごろ、70代の女性が自宅の玄関を出たところ、熊と遭遇しました。女性は熊に顔や腕を噛まれるなどの大怪我を負いましたが、命に別状はないということです。熊はツキノワグマで、女性を襲った後、山へ逃げていったといいます。現場付近には熊が狙っていたのでしょうか。柿などの実がなっているのが見られました。周辺では警察官や地元の猟友会などが警戒に当たっていましたが、熊は見つかりませんでした。あそこに家があるわ。はい、はい。この向こうに。はい。それから、あれから山の方に、もう逃げてるんでね、きっと。また、近くには小学校や中学校があり、被害の報告を受けた中学校の校長が、生徒の下校を見守り、気をつけるよう呼びかけも行っていました。また現場から 1.5 キロにあるこちらの小学校では、危険ですので、今日はこのようにみんなに集まっていただいて、お迎えに来ていただくようにお家の方に連絡をしたところです。全校児童の下校時間を急遽早めて、保護者が児童の引き取りをする措置を取りました。ちょっと怖いですね。いや、子供たちがちょっとね、あんまり外に出ないように。最近熊が多いから心配です。鳥取県内では今年2件目となった熊による人身被害。鳥取市では引き続き見回りを強化するとしています。